岸田総理大臣はきょう、衆参それぞれの本会議で施政方針演説を行い、自民党派閥の政治資金事件で国民の政治不信を招いたことを陳謝しました。国民の信頼なくして政治の安定はありません。その信頼が揺らいでいる、国民から疑念の目が注がれる事態を招いたことは、自民党総裁として極めて遺憾であり、心からお詫びを申し上げます。施政方針演説で岸田総理は、政治資金の透明性向上やコンプライアンスの徹底、政治資金規正法の改正など自民党で策定した改革案について言及し、政治の信頼回復に向け先頭に立って必ず実行すると述べました。一方、能登半島地震への対応について岸田総理は、自らがトップを務める政府の復旧・復興支援本部を新設すると表明するとともに、来年度予算案の予備費を1兆円に倍増し、被災地の復旧・復興を後押しする考えを強調しました。予算の制約により震災対応を躊躇することはあってはならない、できることはすべてやるという考え方で全力で取り組んでまいります。